福岡市美術館で開かれているのは、6人のアーティストで構成するグラスアートの会の作品展です。会場にはランプやオブジェのような立体的な作品や、鏡を削って制作した作品など合わせて23点が展示されています。5回目の開催となる今回のテーマは新たな旅立ち。コロナウイルスの影響で開催できなかった期間を経て、新たなスタートを切ろうという思いを込めて、これまでより今までのステンドグラスの作品発表会にない作品展ができたと思っています。グラスの魅力をね、ぜひ感じてほしい。それぞれの作品に応じた光が当てられ、幻想的な雰囲気のこの作品展、今月24日まで開かれています。